将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太七冠は昨日の王位防衛後に24日徳島から大阪へ立ち寄りました。関西記者クラブ表彰式に出席するからです。最後までご覧ください。関西囲碁将棋記者クラブは24日第31回記者クラブ賞に将棋の藤井聡太七冠、囲碁の井山裕太二冠を選出した。藤井七冠は3年連続3度目、井山二冠は3年連続15度目の受賞となった。将棋は2022年度、22年4月、23年3月、囲碁は2022年1、12月に活躍した関西所属の棋士を対象に記者クラブ加盟社が選考した。徳島市内のホテルで王位4連覇の一夜明け会見後、徳島から帰宅の途中で関西将棋会館に立ち寄った藤井竜王名人は思っていた以上の活躍ができた、ただ本来の実力よりも結果が先行してしまったかなと感じているので、今後より実力を高めていかないといけないと身を引き締めた。五冠防衛からさらに9王を奪取、朝日杯など一般棋戦の史上初のグランドスラムを達成したことが評価された。徳島からは車で移動し、途中下車し同会館に立ち寄った。本拠地の関西将棋会館は24年度をめどに大阪市から大阪府高槻市に移る。奨励会で小学4年から通った思い出深い場所、同郷の奨励会員と通ったのも楽しい思い出、新しく移転する期待感とこちらとお別れする寂しさも両方あります。新会館は地元の方も気軽に立ち寄ってもらえる空間になればいいなと話していた。八冠がかかる王座戦へは気持ちの切り替えができていないところはあるんですが、と苦笑いしつつ、来週開幕で永瀬、拓也、王座とタイトル戦で対戦できることは楽しみですし、面白い内容のシリーズにできるよう頑張りたい、と力を込めた。8月31日から始まりますが、期待奪取確率は 89.32% で3連勝での奪取が 41.67% と高くなっています。順調なら、八冠達成が見れそうですね。藤井七冠のタイトル番勝負をまとめました。17連続制覇となっています。1に自制で2敗したのは5番目の叡王戦で豊島九段との対局でした。2日制では11番の竜王防衛戦で広瀬八段に2敗しました。それと12番目の羽生善治九段との王将戦でした。これ以外の14回は1敗が9回で全勝が5回となっています。最近は全勝がないのでそろそろ3連勝で8冠を見たいと思います。最後にお願いがあります。2023年には藤井竜王名人が8冠を達成すると思う方に、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。